こんにちは、マサです。前回吉野先生の医療法人が何者かに乗っ取られたっていう話をしたんですけどこの何者かに関して吉野先生の奥様がこんなことを言ってます。数年前から私は今回の黒幕の人間を切ってくれといずれあなたの足かせになるからと何度も夫に頼みました。 これは周りにいる従業員、親しい人たちならみんな知っているはずですと。ですから前回、ここからは想像ですがっていう話をしましたけど、社員総会でこの黒幕の人が多数派工作をして、吉野先生たちを追い出したんじゃないかなって思います。前回これも言いましたけど、社員総会って言ったって、 看護師さんなんかは関係ないんですよ。出資者なんかが議決権を持って社員総会で投票するわけですから、看護師さんとか受付の人なんかは関係ないんです。ですから、看護師さんとか受付の方に文句を言うべきじゃありません。議決権を持ってませんから、従業員が格索して吉野先生を追い出した っていうわけじゃありません。今回の我々夫婦の突然の辞任はあくまで経営サイドの問題です。一般社員には全く関係ありませんと整形外科クリニックに電話をして対応に出た人間に対して吉野先生を裏切ったのはあんたたちじゃないのかと罵詈雑言を浴びせる人が大勢いるそうですっておっしゃってます。 YouTube やっているとわかるんですけど、イメージだけで文句を言ってくる人がいるんです。理論的に判断できない人がいるんです。吉野先生の場合、カリスマ性があるから、余計こういう傾向が出てしまうんです。一般社員は関係ないどころか、むしろ被害者ですから、ほんとかわいそうですよ。こんな文句を言われる筋合いはありませんから。 よしの先生が抜けて自分の仕事がどうなってしまうかわからないっていう不安もあるかもしれません。ですから電話をして文句を言うのはやめましょう。ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。